皆さんこんばんは、元男の子の青木香音です。本日はお母さんにドッキリを仕掛けていきたいと思います。お母さんの目の前で食べかすをポロポロ落としまくったらいつ起こるのか、こちらを検証していきたいんですけども、実はですね、本日母の日でして、お母さんにプレゼントを私渡したいんですね。この日のために私がこちらの妄想のロボット掃除機を用意しました。なので本日は2段階のドッキリですね。食べかすをポロポロ落としまくって怒るかわかんないけども、怒ったタイミングで、実はこれを出したくて私はポロポロこぼしたんだよママ母の日おめでとうって感動をさせていくという流れでございます。ねえジョコタ何してんの？ダメよ。え、これさ、これフィリピンのお菓子？うん、違う、アメリカの。え、なんか最近 YouTube さ重いんだけどね、電波。ああ、みんな見てるから。喋りながら食べないで。喋りながら。なんかパクパク。食べる？いらない、まあ、どんどん見て。何してんの？え？似たような。またこぼしたでしょ、今。こぼしてないよ。やめてよ、本当に。もうほら、いっぱいこぼしてんじゃん。いい加減にして。それ掃除して。あとでやるから。後でじゃないの、今。じゃあ、汚いから。わかった。じゃあ、うちが掃除機で掃除するから。ママってさ、今掃除機でどうやって掃除してんの？こうやってって。こう。うん、そうだよ。コードレスだからね。何それ？ちょっとママに面白いの見せたい。今、ここにいっぱい食べかすありますよね。うん。アプリで、ポン。何それ？何の音？ですね、今回何これ、買ったの？食べかすをこぼしまくったらいつのタイミングでママがブチ切れるかっていうのを検証&妄想っていうロボット掃除機をママに母の日だからプレゼントしようと思ってわざと食べこぼしてたの。すごいんだけどさ、また高いんじゃないのこれ？そんなわけないでしょ。だってほらママ財布高い財布もらったばっかりだからさ、やれはまた高いもの買い上がって。日本が下手くそか。あ、すごい、ここまで来てるよ。ほらほら。そう、これね、あのセンサーが反応してちゃんとぶつからないようにこう動いてくれてるの。高品質なのに低価格なの。だってすごい高く見えるんだけど。あと難しそうなイメージない？そうそうそう。これもうアプリで全然ポンって、なんか外出先とか、まあ、家の中どっちでもいいんだけども、ワンタッチで掃除できるの、うん、このアプリで例えば充電したいなと思ってさ、充電ベースに戻るってボタンを押すと、あ、止まった。今から戻るって言って、この充電のこのスタンドみたいなの探してんの今。これ戻っていくのかって。え、本当？そこまで頭良くないでしょ。いや、頭いいんだよ。曲がるかな。さあ、あー、電話すぐ行ってんじゃん。嘘。あ、すごいじゃん、ちゃんと戻ってきてる。嘘、そんな距離でも？うん、全然、だからちゃんと探してくれてんでしょ。本当やばい。すごいね。オッケー。すごい、たまにいいね。かわいいっしょ。すごいかわいい、えらい。ちょっと裏っ側これ持ち上げてみてみ。これ今のこの短時間でも結構ゴミ取ってると思うんだけど、これがダストボックスなので、これすごい大容量なんだけど、めっちゃ溜まってないゴミ。うちの家汚いってことなんじゃない？こんなに短時間でどのぐらいゴミが溜まってんのか。何これ？汚っ、汚いよ。ね、うちはこんなに汚いの？だからママさんもこれ男性でしょ。これじゃあやっぱさ、こんなにさこぼしても全然余裕じゃん。ほら、またこぼしてるよ。やめなさい。なあ、これでも。いやいやいや。ということで、今回は母の日にお母さんへプレゼントドッキリをやっていきました。嬉しい。ほんと？ボロボロこぼしてたけど思った。何なのこの子と思ったの。初めてこういうロボット掃除機使ってみて、イメージ変わった？本当はね、欲しいなと思ったんだけど、ちょっと値段がね、あれかなと思って。このさっきお母さんに説明したこと以外にも、ボディがスリムなのでハンディ掃除機が届きにくい、ベッドの下や隙間も掃除できたり、階段とかなんか危ないところとかの、その落下防止装置がついてるんで安心ができます。
あ、そしてですね、公式のページで購入すると送料無料で24時間以内に発送してもらえたりとか、あとは30日間返品交換が可能で2年間修理無料とお得な特典がいっぱいあるそうです。あとですね、今回企業コラボということもありまして、こちらに書いてあるクーポンコードを青木と使用すると 15% オフになるようなので、ぜひ概要欄から、そう 15% オフ、ぜひ概要欄からチェックお願いします。なんか最初持ってたイメージと違って、なんかアプリでこうポンポンポンって簡単に操作できるんで、すごいイメージが変わりました、まあ、これだったらめんどくさがりの自分でも定期的にボタンポンって押すだけで掃除ができそうです。あとですね、ちなみにモーソーというブランドは2017年から始まったこの新しい、そう新しいブランドなんだよ。最先端の研究や独自の技術で性能の高い商品を低価格で提供しているブランドということなので、あの他にも商品がいろいろ発売されているそうなので、ぜひそちらもチェックしてみてください。今回の動画が少しでも楽しんでいただけた方は、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、TikTok とあとノートもやってますので、そちらも画面の下からぜひフォローをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。